日向様ももう三つに。おめでとうございます。ああ、俺は順位を刻まれ、カゴの中の鳥となった。この呪因は、いわば宗家が分家に与える死という絶対的恐怖。つまり、この呪因は宗家を守るためにのみ分家は生かされ、分家が宗家に逆らうことを決して許さず、ヒューガの白眼という決定限界を、英語を守るために作られた、効率のいいシステムなんだ。その時冷やし様はすぐに駆けつけ、そいつを殺した。当然木の葉と雷はこじれにこじれ、戦争にまでなりかけた。しかし戦争を避けたい木の葉は、雷とある裏取引をした。宗家を守るため、ヒューが冷やしの影武者として殺された、俺の父親のおかげでな。そこで運命はすでに決まっていたのだ。ん？ヒューガ様。すまないが、少し席を外してくれ。しかし。時間は取らせぬ。はい。ここに、あの日の真実がある。今のお前なら、理解できるはずだ。この字は？仕方ありません。私一人の命で里が救えるな。うん。待て、冷やしよ。そう早まるでない。日差しの死体をお前の影武者として引き渡す。日差しも了解済みの話じゃ。いつもの強気な冷やし様はどこに行ったのです？これは今までと事の大きさが違う。そう簡単には。私は宗家を恨んできました。正直今でも憎い。そうすることが私にとって初めての選ぶことができる自由なのです。私は一度でいい、ヒューガの運命に逆らってみたかった。自分で運命を選んでみたくなった。ただそれだけだよ。父上、人の運命とは、雲のように決められた流れの中に、ただ浮かんでいるしかないものなのか。私の目的はただ一つ。もっと強くなりたい。誰にも負けないくらい。今はそう思います。